してなかったからな。すっごいホコリっぽかったね。お洋服が汚れちゃったよ。ひくひく。あんまり貯金ないからクリーニング代もバカにならないのに。嘆いてないで急ぎましょう。お姉ちゃん、この洞窟を抜けるのは敵も予想外でしょうし、そのまま安全圏まで脱出できるはずです。いや、どうもそう簡単にはいかないようだぞ。見ろ、厄介そうな魔物がうようよしている。待ち伏せか野生の魔物か判別しづらいが、どうも殺気立ってるし素通りさせてはくれないだろう。まあこの程度の数の魔物でこのクリスティーナ・モーガンの行く手を阻めると思っているならお笑い草だがな。坊や、どっちがたくさん魔物を倒せるか競争しようか。そんな悠長なことを言ってる場合じゃなくねえか。敵はすぐにでもアジトに突入してくる。そこがもぬけの殻だったら俺らを捜索するだろう。敵は数が多いっぽいし、人海戦術で探されたらすぐに見つかる。魔物といちいち戦って手こずってたらすぐに追いつかれて挟み撃ちにあっちまうぜ。おお、意外と頭が回るんだな坊や。ちょっと見直したぞ。こっちとら荒ごとで飯食ってる喧嘩屋なんだよ。九九の計算とかは苦手だけどね、戦闘に関しちゃ任せとけ。九九、できないのか。大丈夫か。家庭教師してやろうか。物の例えだよ。九九ぐらいできるならバカにすんじゃねえぞ。仲良しで結構だけど、のんびりしてる場合じゃない。ちょっと強引にでも急いで魔物の群れを突破するぞ。ここは私に任せとけ。わお、もしかしてノエムちゃん、あれを使うつもり？うわー、待ってました。かっこいいところを見せてくださいね、ノエムちゃん。何の話でしょうね。ですよね。何やら楽しげでいい雰囲気ではありますけど、よければ私が王家の装備をフル出力にして魔物をなぎ倒しますよ。お腹空いて動けなくなっちゃうかもですけど。大丈夫大丈夫、ここは任せとけ。まだ危険な橋を渡る段階じゃないしな。これから安全圏まで脱出しなくちゃいけないんだ。体力は温存しといた方がいい。みんな一旦下がってろ。派手な奴はぶちかますぞ。検出せよ、天狼破断剣。道を開けな、魔物ども！大悪党の誇りだ！天狼破断剣だ。改変される前の世界での私の主力武器。データいじって無敵の強さにしたチート性能の一品だぞ。天狼破断剣は世界の改変の際にシステムと齟齬が生じたのか失われちゃったけど、ラビリスタがその剣能を発揮してこうしてレプリカを作ってくれたんだ。普段は異空間に収納されてるけど、私が望めばいつでも呼び出せる。多少本物よりは性能が劣化してるけどな。そこは私の技術と経験、あと根性で補う。前の世界ではまともに扱えなかったけど、今の私なら存分にこれを震えるぞ。魔物ども、命が惜しければ道を開けろ！って言っても、単なるデータでしかないお前らはプログラムから外れた行動はできないんだろうけどな。データだから命もない。お前らは生き物じゃない。だから容赦なくぶった切れるぞ。覚悟！
世界一の悪党の剣さばきを存分に堪能してから蒸発しろ。ドーリアン。衝撃波を浴びただけでぶっ倒れそうです。やばいですね。おお、美しい、素晴らしい輝きだね。どんなもんだ。道は開きだ。魔物の群れの中に空白地帯ができたぞ。あそこを突っ切る。近づいてくる魔物は私がやっつけるから、みんなは前だけを見て全速力で走れ。さあ行くぞ。黙って私に